The Sumerian Tablets. Long before the Bible, there were the Sumerian Tablets. The Sumerians were possibly the earliest society to emerge in the world in southern Mesopotamia more than 5,000 years ago. Seishono jidai yoriはるか昔のこと、シュメールタブレットがあった。シュメール人は南部メソポタミアで5000年以上も前に突如現れた最も古い文明である。シュメールタブレットによれば、地球、つまりエヌマ・エリシュの創造は次のようであった。天の創造について、天にまだ名がなかった時のこと、そしてその下の地にまだ名がなかった時のこと、そして太古のアプスがその創造を始めた時のこと、ティアムト、つまり彼ら双方の母は、双方の水は一緒に混ぜられた。そして畑はなく、沼地は見られなかった。神々ですら誰もまだ存在していなかった時のこと、誰にも名前はなく、そして運命がまだ決まっていなかった時のこと、その時天の中心に神が作られ、ラーム・ラハムは存在するようになった。シュメールの神話によれば、その始まりにおいて人間の姿の神々が地球を支配した。神々が地球へ来たとき、すべき仕事がたくさんあった。神々は作物ができるよう畑を耕し、鉱物を採鉱した。注釈。この記述によれば、ある時点において、神々はその過酷な労働に対して反乱したとある。人間の姿をした神々が労働に飽き、過酷な犠牲に苦しんだとき、神々の苦労は大きかった。労働は過酷であり、疲労は大きかった。アヌ、つまり神の中の神は、労働が過酷すぎることに納得した。彼の息子のエンキ、つまりエアーは、エンキの人気、半姉妹の助けを借りて、労働をさせるために人間を作った。一人の神が殺され、彼の体と血は粘土と混ぜ合わされた。それから神の姿に似せて最初の人間が作られた。あなたは一緒に神を虐殺した。彼の人間性とともに、私はあなたの重労働を取り除いた。私はあなたの重労働を人間に押し付けた。粘土の中で神と人間は一体化物に結合した。最後の日までそうである。肉体と魂、それらは神の中で熟する。血縁で結ばれた魂が結合する。最初の人間はエデンで作られた。エデンというのはシュメール語で平らな土地という意味である。ギルガメッシュ叙事詩によれば、エデンは
神の庭として語られている。そしてそれがチグリス、ユーフラテス川の間のどこかにあるとされている。アヌ王の部下のエンディルが自分の星から奴隷、つまりシュメールタブレットでは神々と表記を連れてきた。が、あまりにも過酷な労働のため反乱が起きた。そこで延期は人気の助けを借り、奴隷、つまり神の一人を殺し、血を混ぜ人間を作った。労働者として働かせるためである。場所はエデン。エデンはどこにあったのか、本当にあったのか。神話の中では直接的には説明していないが、この点についてエア、つまり延期の理由付けは、聖書の創世記におけるヤーウェの話に類似しているように見える。つまり、アダムとイブが善と悪の知識の木、The Tree of the Knowledge of Good and Evil を食べたことで、呪いをかけられた後のことである。ヤーウェはアダムとイブが生命の木を食べる前に、アダムとイブを追放した。見るがよい。私たちの一員として人間は善と悪を知るようになった。が、手を伸ばし、生命の木を手に取り、食べ、そして永遠に生きないようにさせた。それゆえに、主なる神はエデンの庭から彼を追放した。神話の中では直接的には説明していないが、この点についてのエアの理由付けは、聖書の創世記におけるヤーウェの話に類似しているように見える。つまり、アダムとイブが善と悪の知識の木、The Tree of Knowledge of God and Evil を食べたことで呪いをかけられた後のことである。ヤーウェはアダムとイブが生命の木を食べる前に、アダムとイブを追放した。そしてそのアダパに偉大な知能と知恵を授けたが、不死は与えなかった。そしてアヌ王がアダパに不死が与えようとしたとき、エアがトリックを使ってアダパにそれを拒否するようアダパに策略をかけた。創世記の神話の中でその木を食べることによって人間は自分のために知識を身につけた。メソポタミアの神話の中では神、つまりエア、つまり延期は創造の過程で人間に知識を与えた。アダパが十分賢いことを知ったので、つまり創世記からの後の物語の中のヤーウェのように、その人間を自分のもとに置く必要があった。以上がスメールタブレットと聖書の内容です。では、エデンは本当に存在したのか？結論を先に言えば、エデンは存在しました。そのヒントを与えてくれたのが、ゼカリア・シッチンです。ゼカリア・シッチンの訳したタブレットをそのまま紹介します。ただ、ゼカリア・シッチンの翻訳したシュメールタブレットは大変難解な、英文となっています。おそらくゼカリア・シッチンが一度ロシア語に翻訳した後、それを誰かが英文に翻訳したためと思われます。で、その英文を私、林博士が日本語に翻訳しました。で、誤解を招かないように、できるだけ直訳にして
翻訳しました。そのため全体として意味が大変わかりにくくなっています。そういうこともご承知おきの上、どうか私の話をお聞きください。全体としてどのようなストーリーが浮かんでくるか、そこが重要かと思われます。とは言いましても大変難解な文章ですから、最初にあらすじを話しておきます。エア、つまり塩基が泥からアタパーを作ります。人間のアタパーです。が、そのアタパーが南風と呼ばれる神の翼を折ってしまいます。それを聞いたアヌ王は大変怒り、アタパーを自分のところへ連れてこさせます。が、その時ですね、エア、つまり塩基は自分が作った人間のアタパーではあったんですけれども、永遠の命までは授けてはならないと判断したのでしょうね。そこでアタパーにこう言い聞かせます。アヌ王のところに行っても、食べ物、飲み物は食べても飲んでもダメだと。が、しかし、衣服は着てもよいと。油は体に塗ってもよいと。つまり、食べ物や水には毒が入ってるから、食べてはダメだ、飲んではダメだと教えたわけです。ここで言う食べ物、あるいは飲み物というのはですね、まあ、永遠の命を授かる食べ物、飲み物ということになります。で、アタパーは延期の言いつけを守ってですね、アヌ王が差し出した食べ物や飲み物には手をつけませんでした。で、握るシダの計らいによってですね、まあその場はなんとかうまく収めたということになります。今ご覧いただいているシリンダーシールの、様子はですね、一番右にいるのがアヌ王、一番左にいるのがアタパーということになります。中央に立っているのが人魚種ジダということになります。まあ人魚種ジダがですね、間をうまく、まあ、収めたということになります。そしてアヌ王がですね、アタパーに永遠の命を授けようとしたんですけども、アタパーは、まあ、延期の方からですね、食べてはならぬと教えられていたものですから、それを食べませんでした。ということで、永遠の命までは授からなかったということになります。以上がこれから話しますタブレット、すなわち粘土板に書かれているストーリーの内容ということになりますが、回りくどい言い方はやめます。結論を先に話しておきます。ここで言うエア、塩基が泥から最初に作った人間というのがアタパーですけども、そのアタパーイコールアダムということになります。つまり話の内容が旧約聖書の中に書かれている内容と一致します。で、アタパーは知恵と知識は授かったのですけれども、永遠の命までは授からなかったということになります。つまり、セカリア新人の翻訳したタブレットの内容と旧約聖書の内容がこのように一致するということです。彼、アタパは沈黙を守った。アタパはアヌ王のごとき命令した。エアはアタパにその土地の運命を左右する広い耳を与えた。エアはアタパに知恵を与えたが、永遠の命は与えなかった。その頃、賢い人はエリドゥだった。エアは人間の長としてアタパを作った。誰も逆らうことのできない賢い人。アヌンナキの中でも分別があり、最も賢かった。油の染みた清潔な手の誰にも責められない神の像の観察者。パン屋と共にパンを焼いた。エリドゥの
パン屋と共にアダパはパンを焼いた。エリドゥのためにアダパは毎日食物と水を用意した。アダパの清潔な手でアダパはテーブルを用意した。アダパがいなければテーブルは不潔だった。自分が操舵する船でエリドゥのためにアダパは魚を求め釣った。それからエリドゥのアダパ、エアが彼の部屋の彼のベッドの上にいる間、アダパは毎日エリドゥのクロージングの世話をした。新しい純粋なダムの上に、新月のダムにアダパは船を出した。風が吹き、彼の船は沖を離れた。オールを使ってアダパは広い海へ出た。アノーのドアのところにタムズとギシジタがいる。彼らは何時を見るだろう。彼らは何時にカッカと尋ねるだろう。アダパ、何時は誰のために現れるか、誰のためか、何時は喪服を着ているか。私の国では二人の神が消えた。それゆえに私もだ。誰が二人の神なのか、誰が陸にいるのか。その時、南風が、私は言った。南の風は私を神の家と吹き合った。何という南風。その途中、何時のすべてを、その翼を折ってやろう。アダパが、そう口で言った時、南風の翼は折れた。七日の間。南風は陸地では吹かなかった。アヌオは彼のメッセンジャーのイラブラトを呼んだ。どうして七日間も南風は陸地で吹かないのかと。アヌオのメッセンジャーのイラブラトは答えて言った。主よ、アダパ、つまりエアーの息子が南風の翼を折ったからです。アヌ王がこれらの言葉を聞いたとき、アヌ王は叫んだ。何だと？と。アヌ王は彼の王座に登った。誰かアダパを呼んでこい！と。天国を知っているエアーのように、アヌ王は彼を起こした。アヌ王はアダパに喪服を着るように命令した。アヌ王はアダパをつかみ、数奇教のところへ連れて行った。アダパ、アヌ王の前でお前は天へ行くことになる。と、お前がやってきたとき、お前がアヌ王のドアに近づいたとき。アヌ王のドアのところにタムズとギシジタがいる。彼らは何時を見るだろう。彼らは何時にカッカと尋ねるだろう。アダパ、何時は誰のために現れるか、誰のためか、何時は喪服を着ているか、私の国では二人の神が消えた。それゆえに私もだ。誰が二人の神なのか、誰が陸にいるのか。消えただと？タムズとギシジタと彼らは互いを見た。驚くがよい、良い言葉。彼らはアヌ王に話す。アヌ王の落ち着いた表情。彼らは何時を見せるだろう。何時がアヌ王の前に立った時、彼らは何時の前に死の食物を差し出すだろう。食べてはならぬ死の水を何時の前に差し出すだろう。
飲んではならぬ。彼らは何時の前に衣服を差し出すだろう。それを身につけろ。彼らは油を出すだろう。それは自分に濡れ。お前に与えた助言人のことを忘れるな。ここで話したことはしっかりと受け止めろ。あの王のメッセンジャーがやってきた。アダパは南風の翼を折った。アダパをここへ連れてこい。彼はアダパに天国への道を作った。そして彼は天国へと登った。アダパが天国へやってきたとき、アダパはあの王のドアに近づいた。あの王のドアのところにタムズとギシダが立っていた。彼らがアダパを見たとき、彼らは叫んだ。なんということだ。あなたはどうしてそのような姿なのか、アダパ。どうしてあなたは喪服を着ているのか。その国では二人の神が消えた。それゆえに私は喪服を着ている。その二人の神というのは誰か。誰が陸から消えたというのか。タムズとギシジタと、彼らは互いを見た。驚いた。アダパがあの王の前にやってきた。近くへ寄った。あの王はアダパを見た。あの王は叫んだ。アダパ、こちらへ来い。どうしてお前は翼を折ったのか。南風の翼を、と、アタパはあの王に答えて言った。海の真ん中の私の主の家のためです。私は魚を釣っていました。海は鏡のようでした。南風がその時吹いて私を巻き込みました。私は主の家まで吹き飛ばされました。私は心底怒りました。私は注意しました。タムズとギシジダは答えた。あの王に、そうです、と。彼らは話した。アタパは自分を落ち着かせた。彼の心臓は、なぜエアは不純な人間に天と地の心を明かしたのか。彼の中に作り上げた。彼に名前を与えた。アタパをどうしましょうか。生命の食物。アタパのところに持ってこい。が、アタパは食べなかった。生命の水。アタパは飲まなかった。衣服を持ってきた。アダパは自分でそれを着た。オイルを持って来させた。彼はそれを自分で塗った。あの王は、アダパを見たあの王は、不思議そうにアダパを見た。こちらへ来い、アダパ。なぜお前は食べないのか、飲まないのか。そんなことをすれば、生きられないぞ。私の主のエアが飲むなと言った。彼を連れて行け、地上に戻せ、彼を見張れ。あの王がそれを聞いたとき、心の中で怒りながら、あの王が送ったメッセンジャー、彼は偉大な神々の心を知っていた。エア王へやってくる。彼に対して言葉が生まれる。彼に対して、エア王に対して、あの王はメッセンジャーを送った。広い耳を持ち、彼は
偉大な神々の心を知っていた。天の神々、そこに固定された。彼は土で汚れた衣服を彼に着させた。彼は彼に喪服を着させた。彼が彼に言った言葉、アダパよ、あの王の前へ、あなたを連れて行く。命令に従うな。私の言葉を守れ。汝が天にやってきて、あの王のドアにやってきたとき、タムズとギシジダがあの王のドアのところに立っていた。アダパーと食物の木として知られているアダパの神話は、メソポタミアでは人間の堕落の物語である。その中で人間がなぜ死ぬのか、その説明をしている。知恵の神、エアが最初の人間、アダパーを作った。ということになります。そしてそのアダパに偉大な知能と知恵を授けたが、不死までは与えなかった。そしてアヌ王がアダパに不死を与えようとしたとき、エアがトリックを使ってアダパーにそれを拒否するようアダパに策略をかけたというわけですね。神話の中では直接的には説明していないが、この点についてエアの理由付けは聖書の創世記におけるヤーウェの話に類似しているように見える。つまりアダムとイブが善と悪の知識の木、つまり The tree of the knowledge of good and evil を食べたことで呪いをかけられた後のことである。ヤーウェはアダムとイブが生命の木を食べる前にアダムとイブを追放した。つまりタブレットの内容と旧約聖書の内容がこのように一致しているということです。創世記の一節にはこうあります。見るがよい、私たちの一員として人間は善と悪を知るようになった。が手を伸ばし、生命の木を手に取り、食べ、そして永遠に生きさせないようにした。それゆえに、主なる神はエデンの庭から彼を追放した。創世記第3章。もし、アダムとイブが不死であったなら、ヤーウェイと同等になったであろう。そして神の地位は失われたであろう。そしてこのことがアダパの神話の中におけるエアーの同じ理由付けになっている。創世記の神話の中でその木を食べることによって人間は自分のために知識を身につけた。メソポタミアの神話の中では、神、つまりエアーは、創造の過程で人間に知識を与えた。アダパが十分賢いことを知ったので、創世記から後の物語の中のヤーウェイのように、その人間を自分のもとに置く必要があった。なぜ、エアーが人間に永遠の命を授けなかったか、その理由はもうお分かりですね。神の元から離し、地球にその人間を残すためであったということになります。そしてエデンというのは、アダパーイコールアダムということになりますと、延期が君臨した都市国家、エリドゥということになります。エデンイコールエリドゥ説 by 林博史です。では、皆さんをそのエリドゥの都市国家へ案内します。エリドゥ、すなわちエデン。ベートーベンが
第九の中で歌い上げたエリジウムということになります。ここがエリドゥです。現在は完全な廃墟となっています。なぜ廃墟なのか、別のところで、説明、証明しましたが、今から3800年ほど前、あの王たちがこの地球を去るとき、このエリドゥの町を核攻撃によって破壊しました。その痕跡が今でも見られます。エリドゥの町を取り囲む奇妙な円形の模様に注意してください。核攻撃の後であると、私、林博士は判断しています。ここで延期、エアは、アダパ、すなわち、アダムという人間を作りました。そして、知恵と知識は与えましたけども、永遠の命までは与えませんでした。永遠の命を与えたら、この地球上には住めない、あるいは住めなくなると判断したためです。これがともかくもエリドゥの町です。エデンです。エデンです。旧約聖書の中で書かれているエデンということになります。エデンの町は実在しました。そしてその場所はこのエリドゥということになります。かつてはこのように緑豊かな都市国家であったと思われます。が、エデンのその園を追われて、アダムとイブはエデンの東へと追放されます。エリドゥはこのような形で核攻撃されたものと、私、林博士は判断しています。そして、現在のエリドゥです。このような形で、現在、その、痕跡らしきものが残っているということになります。となると、エデンの東、すなわちエリドゥの東はどこかと言いますと、やや北方にそれますが、そこには 19.19 キロ離れたところにウルの町があります。中心部から中心部までが 19.19 キロですね。ウルです。女王パービの君臨した都市国家ウルがあります。そこには現在もこのようなエジグラートが残っています。つまり、エデンの東、イコールウルへと追放されたと、私、林博士は考えています。かつては、このウルに勝るとも劣らない巨大な都市国家がエリドゥにあったということになります。これが女王パービです。遺骨も発掘されています。頭の、異様に大きな女王であったと言われています。このような被り物も発見されています。今から4500年ほど前ということになります。アダム・イブと、そしてこの女王プアビが関係あったかどうかについては今のところわかりません。左が女王プアビの頭蓋骨、右が、下がですね、人間の頭蓋骨です。長さ比にして 1.4 倍、体積比にして 2.7 倍もあったと言われています。ともかくも、その女王プアビが君臨した都市、それがウル。そのウルのある位置がですね、エリドゥの東に位置するということです。そういうところから、エデンの東というのはウルであると私は判断しました。最後にもう一度このジグラートを見ていただきたいと思います。このウルの周辺にも奇妙な円形の、なんて言いますか、核攻撃された痕跡のようなものが残っています。以上、シュメールタブレット、それからアダパー物語、加えてゼカリア書人の解読したタブレット、これら三つを総合し、分析し、エデンは存在したということが証明されました。そしてそのエデンの町というのは、延期が君臨したエリドゥの町であったということになります。かつてはこのような美しい都市であったと思われます。そこに私たちが知っているアダムとイブが住んでいたということになります。
かつてはこのような素晴らしい都市国家であったと考えられます。これがこの動画の結論ということになります。エリドゥイコールエデン、エデンは存在したということになります。そしてその場所はエリドゥということになります。 Bye for now.